JFK エクスプレスは、かつて、ニューヨーク市地下鉄で運行されていた列車である。飛行機への列車と宣伝されており、ニューヨーク市マンハッタンクミットタウンと、クイーンズクジョン F ケネディ国際空港を結んでいた。列車には、主に R46 型が充当された。 1978年9月23日から1989年10月28日までは57丁目駅ハワードビジ、JFK エアポート駅間を IND6 番外線、IND8 番外線、IND フルトンストリート線、IND6 カウェイ線経由で運行しており、1989年10月29日からは同日開通した。 IND63 丁目線への乗り入れを開始し、北側ターミナル駅を21丁目、クイーンズブリッジ駅に変更した。乗客は JFK エクスプレスに乗車する場合、通常の乗車料金の他に追加運賃を支払う必要があった。ラインカラーはターコイズ色であった。1978年6月、メトロポリタントランスポーテーションオーソリティは、 マンハッタンクと JFK 国際空港を結ぶ実験的地下鉄バスサービスの計画を発表した。JFK エクスプレスは1978年9月23日に57丁名機を発着する3両編成の列車として運行が開始された。または新しいサービスの宣伝のために30秒の長さのテレビコマーシャルをいくつか制作した。 列車は20分ヘッドで毎日午前5時から午前1時まで運行されていた。列車は57丁目駅を北側ターミナル駅とし、IND6 番外線を西4丁目、ワシントンスクエア駅まで向かい、西4丁目駅から IND8 番外線に転線し、ブルックリンクに入り J ストリート、ボローホール駅より、IND フルトンストリート線に直通、ロッカウェイブールバード駅より、 IND ロッカウェイ船へ乗り入れハワードビーチ JFK エアポート駅まで向かった。運行開始から数年以内にこの列車は資金の不適切な使用であると批判された。JFK エクスプレスは一部の航空会社が使用するターミナルにサービスを提供しておらず、駅から数百ヤード離れたシャトルバス乗り場に乗客を案内したことから予想に反して乗客数が少なくなってしまった。 1980年5月、また出行役員のジョン・シンプソンは JFK エクスプレスの運転中止を勧告した。この勧告の中でシンプソンは JFK エクスプレス運行開始後も路線の乗客数は年間130万人で安定しており、年間赤字は250万ドルに上昇したと述べている。しかし、1980年6月に行われた。 JFK エクスプレスの運行継続の可否を問う、投票においてまた取締役会の役員は、運行継続に投票し、JFK 国際空港への公共交通機関の接続は必要であると述べた。当時の運賃は3.5ドルであった。1981年7月3日、運賃は4ドルから5ドルに引き上げられた。1983年6月、 ニューヨークシティトランジットオーソリティは他のサービスの変更とともに JFK エクスプレスのサービスも変更する計画を発表した。計画では南側ターミナル駅をロッカウェイパークマイナスビーチ116丁目駅に変更し、追加運賃を撤廃、量数を4両から8両に延長し、運行間隔を20分ヘッドから18分ヘッドに短縮することとなっていた。 この計画は1984年1月時点でもまだ見直されていた。結局この計画は実現することはなかった。JFK エクスプレスへの乗車には追加運賃を支払う必要があるが、路線の閉鎖などで他のサービスに変更が生じた場合に追加運賃なしで乗車できるようにする特例が設けられたことがあった。 1988年のウィリアムズバーグ場所閉鎖の際、1988年12月11日から1989年10月29日までの午後9時から午前1時の間に57丁目駅47丁目から50丁目、ロックフェラセンターへ帰還を運行していた列車は JFK エクスプレスのみであったため乗客は、この区間のみの乗車に限り追加運賃なしで、 乗車することができた。他の時には何人かの乗客は JFK エクスプレスを使って明田区と競馬場へ向かうために追加運賃を支払っていた。1989年10月、ナイクタは JFK エクスプレスは需要が少ないことから廃止することを提案した。当時、1日に JFK エクスプレスを利用している乗客は3200人であり、 サービス開始直後の乗客数のピークであった4000から5000人から大幅に減少していた。ナイクタの副会長であるジョージ・ミラーはこのサービスを廃止することで年間700万ドルの節約になると述べた。JFK エクスプレスの乗客のほとんどはハワードビーチ及びロッカウェイパークからの通勤者であり、追加運賃の支払いには積極的であると判断された。この時点で、 JFK エクスプレスは、毎時運行していた。1989年10月29日、IND63 丁目線が開通。JFK エクスプレスは63丁目線へ乗り入れを、開始し、ルーズベルトアイランド駅は通過し21丁目、クイーンズブリッジ駅を北側ターミナル駅とした。しかし、この運行区間延長も大きな実を結ぶことはなく1日。 あたりの乗客数は延長前と変わらず3200人であり、ナイクタもついに見切りをつけて延長約6ヶ月後の1990年4月15日に JFK エクスプレスは廃止された。運行終了時には追加運賃は6.5ドルになっており、多くの乗客は追加運賃がかからず、より頻繁に運行されている A 系統に好んで乗車するようになっていた。ハワードビーチ。 JFK アポート駅 JFK 国際空港ターナミルマを結ぶバスの運行は JFK エクスプレスの廃止後も続けられており駅と空港を結ぶ唯一の交通機関となっていた JFK エクスプレスの廃止後空港利用客は A k 等に乗車するようになり1995年には約100万人の乗客が空港へのアクセスに A k 等を利用した JFK エクスプレスの廃止後も、ハワードビーチ、JFK エアポート駅には、A 系統が停車している。駅、空港間シャトルバスは2003年12月17日に、ニューヨークニュージャージー港湾公社の新交通システム路線、エアトレイン JFK が開業するまで運行を続けていた。エアトレイン JFK は、IND ロッカウェイ線の他に、ジャマイカ駅で、 ロングアイランド鉄道に、サットフィンブールバード、アーチャーアベニュー、JFK アポート駅で、ニューヨーク市地下鉄、アーチャーアベニュー線に接続している。現在計画中のローアーマンハッタンジャマイカ、JFK トランスポーテーションプロジェクトにおいて、マンハッタン区ブルックリンク、JFK 国際空港間を結ぶ急行列車の運行を行うことが計画されている。これは、 JFK エクスプレスに似ているが、今回は地下鉄線ではなくエアトレイン JFK を使用して運行され、マンハッタン区内を地下鉄で通過後アトランティックターミナル駅にて、ロングアイランド鉄道アトランティック支線に乗り換え、最後にジャマイカ駅でエアトレイン JFK に乗り換えて空港へ向かうというもので、地下鉄、ロングアイランド鉄道、エアトレインのいずれでも、 座席を確保できるようにする予定である。キップ JFK エクスプレスの追加運賃は、キップに入居しに車内を巡回する車掌によって徴収された。また、列車には車掌の他に客室乗務員も同乗していた。通常、列車には R46 型が充当されていたが、R46 型が中期間の修繕工事を開始した際には、 R44 型も使用されていた。列車は運行開始当初は全長225フィートの3両編成であった。あとに、列車は全長300フィートの4両編成に増結されており、現在 B ディビジョンで運行される18メートル車重量両編成の列車の半分の長さであった。車両には空港連絡列車という性質から荷物棚が整備されていた。 JFK エクスプレスは以下の路線を通過した。ありがとうございます。